あ、よろしくお願いします。やべ、ちょっとちょっと準備が。めっちゃ時間かかってる。はい、あ、よろしくお願いします。3ゲームしてきましたね。テンポよくいきましょう。あー、銀上がっといて、いつもはエルモですけれども、お、なんか見たことがない形でいきましたね。バランス重視で、来られてますね。まあエルモに置いておいて、あー、今仕掛けることもできたかな。歩、同歩、同銀、同銀。7五歩、同歩、同銀、同銀、角なって、同飛車、飛車走る。は、ありそうですか？どのタイミングで行きましょうね。まあ、5五歩と止める可能性もありますね。6六角打ちありそうですか。6六角打ちには、まあ、3三角と合わせて、同角成同桂とするのが自然かなと思いますけど、まあおそらく同角成同桂としてくるでしょうね。そこで2八角と打つ可能性は十分にありえますね。ちょっと同桂とした手がなんか3五歩同歩、3四歩の隙をいつでも作っているのであまりよろしくないかもしれないですけど、やっぱいきなり攻めるのは無理がありましたか。とりあえず、7二金上がっとくのはありですね。ちょっとわかりませんね、これは。どうすればいいか。これは、まあ狙いとしてはおそらく次に3五歩から3四歩を狙ってるんでしょうけど、飛車が1個引くか2五まで回るかちょっと迷いますね。これは考えた方がいいですね。1個引きますか。
3五歩に5五歩として飛車の横利きを広げるっていう手は考えられますね。これはなんか難しい手が続きますね。8四飛として次におそらく8六歩でついてくるんでしょうけど、ついてこなかったら、いやー、これ桂馬跳ねるかな。でもこれお互い桂馬跳ねる形になるんですか。いや、桂馬跳ねてきたら催促しますか。7六歩として、7六歩、8五桂、まあなんかすぐ攻めてこない可能性は全然ありましたね、今の。ちょっとわかんないですね。いやまあでも歩が切れてるので、三五歩の仕掛けはないので、飛車の横利きを止めてしまっても問題はなさそうですね。ちょ、銀を追い払って、まあ、6五歩と銀を追い払って、という展開になりますか。同桂の一手ですか。まあ、同桂同歩とした時に、相手から桂馬を持たれることで何かあるのか。桂を跳ねか違える手も考えられますか。2五桂は、2六歩。4歩とした時に、相手の傷を作れることがメリットがあるかどうか、ちょっと跳ね違えてみたい感じもしますね。後々2六桂の隙が残ればいいですけど、ちょっと跳ね違えてみますか。なんかあんまりよろしくない気がしますね。こちらも隙を作ってるので4五歩に対して4四桂の隙も作ってるんで、あまり良くなかったかな。あ、良くないですね、これは。そうか、角打ちが生じますね。6一角。あー、これは同桂と素直に応じるべきでしたね。まあでも、行くしかないですか。まあ、お互い怖いところではあるんで。いやー、でもちょっと6一角の方が痛いですね、これは。まあなんか、ちょっと痛かったですね。これは間違えましたか。ちょっと間違えましたね。これは一回歩を突いといて、あわよくば5五歩もつけるといいですね。まあ銀引く一手ですか。銀引く一手に5五歩とついて6一角の筋を消しておくではありますかね。ちょっとこっちの囲いの方が弱いですかね、やっぱり。ちょっと間違えましたね、これは。まあ、一回は、5五歩ついてみたいと。あ、5五歩、まあいいか。ちょっと、やっぱ良くなかったですね、これは。悪くしちゃったかな。どうしましょう。わかんないな、本当にわからなかったな。
いやあ、これあれだ、ゴーゴフついとかないと角打ちが生じてるわ、ダメだ。あー、いやーそうだ、ゴーゴフは使えていなかったんだ、ごめんなさいね、これはもう負けですね。ちょっとまずいことしたな、これは。どうするか。いや、さすがに6-1が決められて、ちょっと5五歩一回ついとかないとまずいですね、これは。あ、でも5五歩ついちゃうと、角打ちが生じちゃうのか。あ、もう、それはぶった切って勝負ですか。しょうがない、しょうがない、しょうがない。いやー、ちょっとなー、ひどいですね、もうこれ。ちょっと、1五歩から。いや、もう、5六角打たれたら、しょうがないって感じですね。あ、5四角ですね。5四角打たれたら、同飛車と勝負しますね。まあ、同飛車と勝負して、5五角打つ数字が残るので、それに期待をかけて。でもさすがにちょっと、こっちが負けてますね、これは。ちょっと玉が薄いのと、さすがに勝てない気がします。そうですね、これはあらかじめ5五角を防ごうとしている手ですね。まあちょっと歩を突き越していきますか。次に1七歩成が入ってもな、相手からは4九玉と逃げる手が意外と広くて、一回6三歩、あ、6六歩ついときますか。一回6六歩をついといて、1七歩成から、いや、1八歩と手を継続していくしかない気がしますね。ちょっとこの瞬間がぬるいので、あんまり勝ってる気がしませんね。いやー、6七歩ついたのも後々聞いてくればいいですけれどもね。実際どういう風に後々生きてくるかはちょっと分かんないですね。まあ、7六角なり、6七角なり、なんかまあ、7六角か6七角あたりを狙っていくんでしょうけど、ちょっとうまくいくかどうかわかんないですね。いやー、これは桂馬打っていくしかない気がします。ここはちょっと迷うところですね。候補としては、まあ香車はいつでも取れるので、 2七角と打つ必要はないかなと思います。むしろ6七から6七とかから追っていきたいですか。7六角もありですか。いやー、ちょっと分かんないですね、ここら辺は。ちょっとわかんないな、本当に。あんま良くないかもしれないですね、これは。いやいやー、違うんだろうな。いやー、ちょっとやっぱ角打ちは良くなかったですかね。まあちょっと、5四角の筋も消しとくって意味もあったんですけど、あまり効いてこないですよね、これは。じゃあ、飛車走れる、8六飛車と走れる展開を予想してたんですけど、ちょっと無理でしたね。
これは同飛車と取っていきたいですが、同飛車と取りたいですね、これは。ただ、手が続くかどうか。いやー、すぐに取らなくてもいい気がしますね。ちょっと、一旦、こっち、2、7角と打って、いや、微妙ですね。一回5、2を取りますか。あ、5、2取った方がいいか。同銀だと、7、9から、角が打てる気がしますね。だから同金の一手だと思います。同金の一手に。いや、でも同金の一手も角打つんかな。ちょっとわかんないな。歩叩く。同銀には7九角から寄って銀を取って角を取られて、ちょっとわかんない。いや、歩叩きはありそう。歩叩きはありそう。ちょっとわかんないな。いやー、無理攻めな気がするな。角寄られて、いやー、まあちょっと5七角成として、まあちょっと、いやー、3八銀から5八の金を取った時に飛車に当たるので、いやー、とは言ってもな。ちょっとわかんないな。今逃げるとかと思ってましたね。いや、でもこの瞬間がすごい弱くて、いやー、飛車が逃げてくれるような展開だったらいいんですけど、多分この瞬間に攻めてくるんですよね。で、こちらは詰めろになってない。あ、なってるか。あ、これ詰めろなんですか。金打ち4七金から詰めろになってるかな。詰めろですね。そうですね、4七金から詰めろだったので今受けましたね。で、これは、いやーちょっとわかんない。飛車を取ってると、いや、飛車取っても勝てそうだけど、ちょっと、いや、厳しくいきたい。いや、でもこの金が抜かれる展開になるとまずいので、気をつけないといけないですね。まあ、4四角とか打っても王手になってないので、その抜かれなければ大丈夫だと思います。で、これは、おそらく、勝ちな気がする。どっちに打つかは分からないですけど。こっちかな。多分勝ったな。いやー、これは、解消局、かな。
いやー、いやー、さすがに勝ちですかね、これは。いやー、3七金と銀を取った手が必死なので、ありがとうございました。ちょっと無理攻めな気がしますけど、検討の方をしていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは、検討の方をやっていきたいと思います。ここら辺はちょっとよくわかんなかったですね。桂馬跳ねるなんて手があるんですか。ここら辺は互角で。ちょっと、もしかしたら4四角の方が良かったかもしれないですね。っていうのも、やっぱ、桂頭が弱点になる可能性が、特にエルモとかが、桂馬を跳ねてしまう形って割と弱かったりするんですよね。今回は、歩を使ってくれる形になったので、問題はなかったんですけども。金上がりまずいんですか。6六角。銀を押さえられてダメですか。そうか。ちょっと、良くなかったですね、金上がりは。いや、というか、角打たれてダメかと思ってましたね。一回角打ちが入るかどうかは微妙ですけど。それも、角打ちはダメなんですか。なるほど。これ、歩を打っちゃうと、桂馬取られたり、歩を打たれたりしてダメだと。だから銀を打って、いや、そっか、飛車を取れない形なんですね。これも同桂と取っちゃって。いやー、すごいな。そういう攻め方があるのか。だから角打ちはダメで、角を打って、これ飛車下がってしまうと銀打ちから、飛車が狭くなってダメってことですね。もしくは、ここの桂頭を攻められて、5歩でだ、うん、なんか、妥協しますけど、歩を打たれ、7四歩打たれて、ちょっとまずいと。なるほど、角打ちですか。ですので、飛車を上がる。おい、なっちゃダメだよ、それは。飛車を上がるとか、飛車を避けるっていう手があるんですか。角打ち返しはありますね。角打ち返しはありますね。でも、これで角打ったら？ちょっとあんまり、好ましくないですか？でも、後手側にちょっと触れてるんですか？いや、意外ですね。徹底的に受けて、わかんないですね、もう、本当に。勝ってる気はしないですけどね。すぐに狙いがわからないけど、でも、結構硬いですね、この形。なに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 。ちょっと、取って桂なって有利ってことですか。ちょっと囲いの差が出ちゃうってことですね。無理攻めな気がしたけど。本部どうでしたっけね。角打ってきませんでしたね。ただ4八金が、あ、な、4八金じゃねえな。なんだっけ。7二金があまりにもよくなかったかもしれないですね。ちょっと気をつけないといけないですね。同桂でやっぱいいですよね。同桂、同歩、6五歩。ちょっと待って。
同桂同歩、6五歩、銀引いて、角設置して、あ、歩切れなんですか。なるほど。で、飛車が避けてしまうと、飛車が走れてしまって、良くなるので、打ち返すような手でも、やっぱもう一回角なって角打ったり、あー、7六歩も打てますか。なるほど。これは勝ちですね。角を打ち返したり、7六歩。まあ、7六歩が一番厳しいですか。という手があるので、なるほど。銀はこっちに引くんですか。それでも角打って次の7六歩が、7六歩を見ていたいので、桂馬を打って、で、歩をついていくと。とは言っても、5五歩。5五歩で飛車の逃げ道を作りつつ、まあ、こういう展開になればいいですね。かなり。うん、いい気がします。なるほど。やっぱりだからそうですね。だから桂馬を跳ね違える手はあんまり良くなかったです。あ、それでもこっちはいいんですか？あ、桂馬を取りに行ったら負けなのか。あ、それでも角を狙うんだ。なるほどね。ちょっと甘かったですね。単純な手すぎて。良くなかった。あー、歩を打つんだ。なるほど。いやー、やっぱ、傷を残しておくのは良くないってことですね。いやー、ちょっと恥がひどかった気がします。本当に、いやー、ひどい。と思いましたよ。これは常にそこの4三歩を打てって言ってますね。やっぱ、傷が痛いんですね。いやー、ちょっと角打ちは微妙でしたか。やっぱ、銀打ちでいいんですか？なんか、この後の手が見えなくて、角、あ、そうか、だから角打てない。これでいいのか。でもなんか、そっか。まあ、例えば一手開くと、銀成りから、飛車成りがあるので、っていうことですね。そんな、なんか重い気がしたんですよね。でもこれ、逆転してるのか。これ同飛車がやっぱ、良くなりましたか。ここで角打ちなんですか。いや。そうか。そうか。ここで角打てるのか。なるほど。ちょっと、そうか。でもこの歩の叩きから角打ちはめっちゃ、完璧だと思いますね。いや、これ玉よけで銀になってっていう展開を予想してたんですけど、なんでやっぱ無理でしたか。これがもうほぼ受けなしみたいな感じで厳しいので取る位置だったんですか。でこれ飛車に当たってますけど、飛車に当たってるというより、その一手開くと多分詰みなんで、そうですね、詰みなんですよね。あ、銀打ちから馬も詰みですか。横避けでも、そっか、詰みですね。詰みですね。詰めろなので、厳しかったですよね。4六飛としましたけど。あ、飛車を取るんですか。金を打つのはあんまり良くない。飛車引けるのか。飛車引かれるのか、7七飛があるのか、7七飛困りますね。確かに、7七飛は困りますね。僕は銀打っちゃいそうですね、こういうのは。そうか。でもこういう展開になれば、まあ。いや、しょうがない。そうか、飛車取るのが最善なんですか。でもこれは良くなりましたね。投了しましたけども、以下、玉が引いても、そっち側にですか。金で取って。もう受けは効きませんね。さすがに詰まないので、間違いなければ詰まないので、投了となりましたね。
ちょっと危なくなったところもありましたけれども。そっか。まあちょっと早指しっていうこともあって助けられた部分もありますもんね。まあ割とその4八銀と美濃囲いじゃなくってその銀を4八銀から4七銀としてくる手はあるので、嫌でしたけどね。まあその分玉が薄いので、やっぱ8二角と打たれる手に対して、今回7二金と受けちゃったので結構評価値が悪くなりましたね。やっぱ飛車が下がれなくなって、飛車が狭いので非常に、やっぱその飛車をいじめられて、なんなら詰まされてしまうとやっぱ勝ち目がないことになってしまうので、ちょっとそこは反省点というか、うまく角打ちに対して角を打ち返してカウンターをしていくっていう指し回しが、ちょっと柔軟な指し回しが必要になるかなと思います。ちょっとエルモ囲いがあとはどうかなっていうところらへんですか。相手の囲いに対してちょっと、もしかしたらエルモ以外の方がいいかもしれませんね。まあとはいってもそこまで悪くはないでしょうね。まあちょっと金無双気味の方が良かったかもしれませんし、なんなら仕掛けずに、例えば左耳のであったり、高みの風に組ん、高みのじゃない、場合によっては穴熊みたいな手にも発展できるんですかね。これもやっぱりいつでもこの筋があるっていうのは大きいですね。袖飛車のメリットとしては、対振りの袖飛車のメリットとしては、いつでもこちらから仕掛ける主導権があるというか、そういったところが大きい気がしますね。やっぱこっちの方が安心して、なるほど、これは確かにそうですね。飛車よけには飛車が、飛車じゃねえんだ、銀なんだ、いや飛車でもいい、飛車でいいのか。まあやっぱ銀を打たせるっていうのは結構いい。うおー、すごいわ、これはすごいや、いやこれはすごいやちょっと覚えとこう。同桂同桂、じゃあ銀取ってダメだ。ちょっと面白いですね。なるほど、手を待つっていうのもありかもしれませんね。割とやっぱりかなり有力なんじゃないでしょうか。ちょっとエルモで固定しちゃってるところがあるんですけれども、もしかしたらこういうのももうちょっと発展しやすいかもしれません。検討しがいがある、だいぶこれは研究のしがいがあると思います。ということでご視聴ありがとうございました。よろしければですね、よろしければ、チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。いや、それでは。次回の動画もお楽しみに。